あるということは税金です。いつものやつ、いつものアルウィン、そしてロッチ。お、ロッチ、 What can I do for you, Mr.? また来たな。またあれだろう、また狩りか。じゃあ行くか。なんか好きだよな。大丈夫かな、戯れに生き物殺しちゃったりしないかな。パパ心配だよロッチ。なんか狩りにしか行きたがらないんだもん君。もうちょっといろんな楽しみあると思うけどな。いやもう今この村ね、新しくね、もう育った女の子とかもいるからね。ほら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 、あ、女の子だよな。ほら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 、エドバーガーとかいるから、彼女に恋しちゃいなよ。狩りばっかしてないでさ、心配だよ。別にパパ狩り適性ないんだけどな。うん。エドバーガーにはね、前回作ってあげたお粥をあげよう。はい、お粥だよ、食べてね。なんか沈んでるね顔色が。あ、もう一人来たよ、恋のライバル来たよ。ロッチ、ロッチライバルいるね。おどん、あ、おどんが成長したわ。あ、ちょっと待って、おどん隣に座るわけじゃない、ごっちゃごちゃしてんな、すげえ。あー、ハス向かいか。いや、いじらしいな、やばいな。ここら辺の恋路ニヤニヤしながら見ちゃうわ。もうこれ小さな恋のメロディーだわ、あれもう最高だったもんな。そんな君にはスクランブルエッグをあげよう。ちょっと近い距離に置けたね。あら、あら、ちょっと待って、エドバーガー、さっきと座ってる位置違うね。オドンここに座ってたよね、エドバーガーここに座ってたよね。ロッチいいのか。だいたい収録外の時ロッチエドバーガーの近くにいるからね。これはちょっとライバルできちゃったな。これ大変だぞ。これもうパパ関与しないから、もう君の力でどうにかしなさい。恋というのは自分の力で勝ち取ること以外、噛んじゃったからもういいか。うん、ちょっとね小ぶりだったので沼川に置きたいなと思いまして、ここ僕ん家ですね。僕とロッチとイオちゃんの家ですね。その横のここら辺、ここら辺だったら置けそうじゃないかなと思うので、ここに、まあ、こっちでもいいんだけどね。なんか家の裏にある養蜂所ってのはなんかオツだなと思うので、この狭い場所にね建てちゃおうかな。これだ、養蜂所。これで本当に最後ですね。最後の、まあ、家畜ってわけじゃないけれども、ハニカムを提供するって書いてありますね。まあ蜂蜜ですよね、要するに。どこら辺だ、ちょっと真ん中目に置こうか。ほい、こんな感じだ。これはさすがに木が邪魔か。うん、まあサクッとこれも立てちゃいましょうかね。立てます、1、2、3と。おお、これが養蜂所、割と簡素な作りですね。てかこんなダイレクトに蜂いていいのかな、ちょっと近すぎたかな、子供たち寄ってきそうで怖いけど。ここから蜂蜜が取れると。ちょっとだけステータスだけ見ときましょうか。養蜂所、ふむ、ハニカム、ハニカムを取るのに必要となるものはないんだね。あ、これはすごい楽だね。これはもう純粋に 100% でいいでしょう。うん、これでハニカムを採取できるようになりました。で、ハニカム食べ物の一種、食べ物なんだ、ハチミツじゃないのか、ハチの巣なのかな。養蜂家から採取される、飲んだり宿屋の醸造ステーションでミードを作るのに使うことができる。ハニカムでミードを作るのか、なるほどね。なんか未だによくわかんないんだよな、ミードってなんだ。まあよくわかりませんが、まあちょっとここに人は入れたいとは思います。で、まあ今日はそれだけじゃないんですよ。まあこの絵面、主に右側一人ずーっと一緒にいたわけじゃないですか。まあそろそろ旅立ちの時かなと思うわけですよね。なんなら左のロッチもかなり頻繁についてきてくれるので、二人いるとマジで扉に挟まって動かなくなるので。今日は
アルイン君にさよならをしようかなと思うんですよ。はい。長年連れ添ってよしみだ。なんなら10年ぐらい一緒にいたんじゃないか、お前。もう33歳になってる。何年かお前一緒にいたんだよ。泣いてんの？おい、行くよ。まあ、その道中ね、農家もね、仲間にできたらいいですね。こっちらしい。ほら見てろ、ロッチ。これが動物の殺し方だぞ。楽しいか、これが。あんまこんなこと楽しんじゃダメなんだぞ。いや、もう一つの世界線では、僕毎日のように鹿とか狼とか飼ってるけど、あれはもう世界が違うからな。この世界リアルなんよ。飼れないのよ、俺。あんま楽しむもんじゃねえぞ、ロッチ。ウォジョボー。すごい名前だな。彼、農業適性ありますね。さっき作った、養蜂場に入ってもらいましょうか。ティーン。いつも俺これ、ミュートにすんの忘れんのね。はい。さあ、見えてきました。レスニカの街でございます。いやー、最近ね、移動は馬を使ってたから、実際ね、馬使っちゃうとね、距離離れてね、置いてかれちゃうので、彼ら。なんかアップデートで変わったっぽいんだけど、そういう風に。歩いてきたらえらい時間かかりましたね。結構端から端だからな。さあ、まあそれはいいとして、ギゼラだ、ギゼラ。あれ、ギゼラ、あ、家にいるじゃん、ギゼラ。やっとだね。10年かかったね、アルウィン、ここまで来るまで。以前の世界だったらギゼラあっちの方でずっと野営してたんだけど、いますね、ギゼラ。待っててくれたのかな。話しましょうか。はい、何かご用。この世界で会うのは初めてか、もしかして。こんにちは、アルウィンはあなたから弓を買いたいと思っていますが、なんなら俺作ってあげるけどね、別に。友人は舌を失ったのか。あー、なかなか言う人だな。まあ、アルウィン本人に来させろよってことなんだろうな。しかも隣にいるしな。いや、もちろんそうじゃない。ただ私はどちらかというと話好きなんだ。そうな、配信で9時間とか話すわけだからな。好きなんだろうな、俺は。好きなんだろう。二人ともすぐに私の神経を逆なでする。あなた方は完璧なマッチであることは間違いない。さて本題に入りましょう。ほう。あなたの商品を見せてください。いいですね。もうわからんないな。やっぱな、こう飛び飛びでメディーバル構文食らうとな、ちょっとテンポが取り戻すまで大変なのよ。うん、いいですね。今あなたは正しい音を出している。取引をしよう。あ、お金をくれるなら OK よと。ん？話します。10年かかったね。そうだな。そろそろ着替えてこようか。お前10年間着替えてないもんな。そうだな。それは着替えた方がいいわ。彼女はイライラしていて、おそらく長い間何も殺していないんだろう。あるいは誰も。まあ、とっつきにくい女だっていうことを言いたいんだろうな。それを遠回しに言ってるのだろう。彼女は威圧的だ。おそらく朝食にクマを食べるのだろう。変えてないのか、今のやりとりで。なんか取引しよう、 OK みたいな感じだった気がするけど。さて、すでに弓を持っている。持ってるんじゃん。よくわからんわ。経験を積むことは時間が経つと来るだろう。これで渡しちゃうのか。これで離れちゃうのか、アルウィン。ほら、これを持って。最近手に入れた矢をいくつか。私を助けたから。もう一度。お前行くのか、アルウィン。いつでも問題ない。ただまあ、着替えてほしいはある。あ、あ！ロッチ、やっぱり春っていうのは、別れの季節なんだよ。アルイン行っちゃったわ。これもう多分ついてこないんじゃね？てか、俺が勝手に、
張り回してただけではあるんだけど実際まちょっと次の日待とうかあるんじゃないロッチ。ごめん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 、息子の名前を間違えるなんてな。まあ、とりあえずロッチお母さん怒っちゃうからね、一緒に帰ろうか。おおロッチ見てみろ、あいつらは別に殺してもいいぞ、あいつらは問題ないんだ、ロッチ覚えとけ、こいつらは別にいいわあごめん、ちょっとロッチに当たっちゃったかもしれない、脇腹に当たっちゃったかもしれない、こいつらならいいんだぞロッチ覚えとけ、あいつらちょっと面白いやつらだからな、叩けばなるからなこいつら、ほらわーってなるな、わー動物よりかもな、こいつらを倒す方法を学びなさいロッチ、いいな、ほら楽しいだろう。さあアルウィン君、10年ぶりの帰還ということで、お風呂にはちゃんと入ったかな、どこら辺にいるんだ、こっちか、いや10年間服も着替えてない、風呂も入ってないってね、まあ、ルッキズムという概念が今の僕らの世界には生まれてはいるが、まあ、そこをパスしたとしても服は変えた方がいい、どう、あれちょっと小切れになってるアルウィン君、いやそれ変わってねえな、膝のそのパッチも変わってないしな、着替えてないなお前さては、おいじゃねえよこら着替えろよ顔がいつもより近いんだよ、ああその目には火がついてるように見える、何をそんなに集中的に考えてるの、何がしたいんだろうね、勘違いではありません、アーチェリーの的を作ろうと思うんだ、手伝ってくれない、 PC いやないだろこの世界に何を言ってるんだろうね、未だにこういうのあるんだメディーバル公文とも言い難いけど、私には選択肢があるのか、あ的を作ってあげればいいのかな、はいはいどうぞ、いい場所を知ってる、まあ作るな、これ一緒だな、これ一緒だぞ、ここら辺ダイジェスト的になるぞアルミン、いいのか、ギゼラ関係なかったなあんまり、いいのか、ここで話せばいいのかな、これは完璧な場所だ、やっぱそうだな、もうサクサク行くよ、ここに置くんだろ射撃、ほらだろうな、これお金かけるんだろうお前確か、おいよし初心者のアーチャー見て学べ、ターゲットから20メートルも離れれば十分、見せてと、オッケーオッケー、まあ今回はね息子も見てるからな、これは外せねえな、一発で行ったろうか、もうメディーバルダイナスティープレイ250時間の腕前解くと見ろ、ほら18メートルか、これ脳幹だな、これ脳幹だわ、息子近いな距離が、ここら辺だろ、でここほらどうだ、にスコア 21.2 見たか息子、これが盗賊を殺してきた腕前だからな、断じて動物を殺してきた腕前とは違うからな、これからたくさんの練習が待っている、もし一度あなたと向き合う準備ができるまでももっと練習するよ、今度はアーチェリー大会の準備をしておいてね、またこの流れか、これか、次のシーズンを待って、いや収録時間長なるんだってこれ、ちょっと長くなるのよあと1日待たなきゃ、あーもう、はいアルウィン、夏になっちゃったからロッチもいなくなっちゃったよ、見物人がいないよ、どうせこれお金かけるってやつだろ、練習どうなのよ、今なら勝てるに違いない、あーもう一緒なのよ、集中、22、21、これ勝てるのでは、やっぱ 20m よりもうちょい離してあげた方がいいな、ふえ俺の勝ち、精度 100% だぜ、スコア 23.3、 すごないこれ、これなかなかすごいね、俺キーマウエーム上手くなってきた、いやこれは慢心だな、そんなこと言ってはいけない、
日々練習してる人に失礼だ。おう、苛立ってるな、アルウィン。こっちは同じことやらされてな。やったー、今の主人は誰だ。生意気なことを言う。お前の方が経験豊富だぞ。そうな、250時間やってっかんな。はい、お金ちょうだい。はい、どうも。はい、200コインだったね、やっぱね。嘘だろ、また次のシーズン。お前こういうことがあるから動画なかなか出せねえんだよ。なんか嫌な予感すんだよな。なんかアルウィン物語8まであったような気もすんだよな。もう怖いわ。もういいんじゃない。まだやんの。俺の睡眠時間削るの、そんなに。おいハンター、そろそろ次の大会の時間。射的大会はもうやらない。ルーキーには楽しい遊びだ。はあ、ギゼラ自身が訓練してくれたんだ。私は長い間野生動物の狩猟をしてきた。ほう、こんな展開あったっけね。クマを飼ったことがある。あ、クマ、おめでとうおめでとう。ねえ、ずっと俺と一緒にいた時はそんなことできなかったもんね。そこまで成長したってことだね。それは素直に喜ばしいことではあるけれども、ちょっともう俺の睡眠時間奪わないでほしいな。どうなのかな。9時間かかった。いや、ちょっと待って、この話聞いたことあるわ。ちょっと待って、いつも同じ場所にいますね。クマですね、これね。もうさすがに勝てるのよ。さすがに勝っちゃうのよ。これはもうね、運命だからね、抗わないでほしいんだな。ほら、ごめんな。毒入っちゃうよな。俺、戯れなのよな。いや、そうなのよ。さすがに申し訳ないわ。この世界ではもう俺に勝てるやついねえんだよ。抗わないでくれ、頼むから。おい、やったぞアルウィン。また戯れに一匹生き物が死んでしまったぞ。次のシーズンを待って、お前この野郎。お前ちょっと待って、俺の睡眠時間を奪うなって。今日のタイトル、さよならアルウィンなんだって。ちょっと待てよ、それはないって。ちょい、こら。場合によってはあいつ撃っていいぞこれ。季節一周しちゃってんじゃねえかよ。もうしかもさ、もうほらまた雪だるま出てきちゃってるもん。もうまたこれ来ちゃったよ。何周しとんねんって話なんだよ。鉄ハンマー手に入ったわ。これはでかいけど。いやー、しかも全く話の内容一緒だしね、アルウィン君。お前着替えてねえじゃねえかよ。お前冬やぞ。もう解放されたのにお前結局着替えてねえじゃねえかよ、アルミン。ったくよ。しかもまた言うこと同じなんだろ。こんにちは、元気。最初に会った人どう。うるせえ。もう俺もう言っちゃうと、もう夕方夜の6時から取り出して今夜の11時だぞ、お前。なんだよこれ、誰だよ後ろのおばあちゃんよ。とにかくお前は狩人になりたいんだろ。もう読んでやらないかんな。もう分かったよ。はおい、何お前雪だるまで遊んでんだよ。ほらもう撃ってやる、ロッチ。もうやつを撃って、許す、俺が許可する。本当によ。ほら、いっぺんにやるもんじゃねえのは分かってたけど。かぁ。おい、ギゼラ、あいつどうにかしてくれ。この物語を終わらせてくれ。頼むよ。今はどう。いや、もうさすがに疲れたね。もう5時間やってますけど、さすがに疲れたよ。はじめまして、偉大なる狩人だよ。はじめましてじゃないしな。偉大なのかも知らんしな。
まあそうだな、アルウィンがもうあれなんだよ、結局また射的大会で負けてへこたれて狩人になるのをやめるって言い出してるから、それをどうにかしてくれって話なのよ。もうもちろん、もう突っ込まんわもうまあもちろん話は戻るが、確かに私は以前この若者を訓練したことがある。彼にも提案があるかもしれない。断れないような提案を。ああ、それでまた弟子にさせてあげて、自信をつけさせると、でなりたかった狩人にさせてあげると。はい。アルウィンにはヒントを与えたけど、私は指導者ではない。彼を南の山の尾根を越える道に連れて行くつもりだ。私の故郷で親族から全ての技術を学んだ場所です。彼らのサバイバルや狩猟の知識は今の私よりもはるかに優れています。お、これで彼は永久に谷を離れることになる。え、そうなるの？あれ？そうだったっけ前。あ、そうなるの。自立するための最後の試練。最初に私を納得させなければこの取引は終わりだということを忘れないで。その取引とは。またアルウィンと話せ。さあどこだアルウィン。どこにいるのや。そっち？あ、いたわ。ちげえわ。あ、いたわ。どんな時でも半袖だな。ワンパク小僧かお前は。いくつになってもワンパクか。あ、こんにちはじゃねえわ。こんばんはだわ。もういい時間だわ結構。こっちも。もういいだろ。準備しろ。ふてくされてないで。ギゼラのとこ行くぞ。はい。行くぞ。うん。行くぞ。私がギゼラのところに行けば、彼女が私をジャーニーマンにしてくれるということ。まあ、旅人だね。まあ、旅しながら狩猟して、生きていけるような人間に育ててくれるってことか。そういうことをギゼラはやってくれるってことなんでしょう。彼女の計画は従来の、訓練を超えるものだと思う。あなたには信じられないような旅が待っている。それはきっとこの谷の境界を越えたところにあると。旅をして強くなれってことだな。ずっと弓の腕前がふにゃふにゃだったもんな。自信がないからな。そのために、自分を疑わないことだと。より己を超越するためには自分を疑うなとモグミールも言ってますね。さあ、自分に自信が持てないアルウィン君、逃避先と言わんばかりにひたすら土いじりに励んでおりますね。はいよ、弓だ、殲滅だ、リカーブ棒、弓の中では最強だね。これをあげよう。それは本当に寛大だ。でも俺はまだバイソンの探し方を知らないんだ。バイソンは自分で飼ってくれよねえ。バイソンを狩り、偉大な男になる。それをするための唯一の方法は、信念を持って挑戦することだと。心が大事。あなたができると信じています。あなたの未来はそれにかかっているんだ。さあどうするアルウィン。そうだね。今日それをすることができる。それをします。十分に自分を抑えてきた。あなたがしてくれたことは絶対に忘れないよ。これからは自分だけを頼りにしています。ちょっと極論に走りすぎたね。うん、たまには人頼った方がいいけどね。というかまず服着た方がいいけどね。そういうところからよ君は。うん、さらば、それとこれを持って行ってください。もう必要ありません。お、バイソン関連のことは俺関係ないのか。気をつけてねアルウィン。これどうなる。お、アルウィン物語9完了。お、お、お、え、この人は今あなたの話すことに興味がない。あー、アルウィン行っちゃったな。ちょっと待って、ちょっと待って、日記。おー、なくなってる。なんか今までと違う気がするな。前はサンボールだったもんな師匠。そもそもそれがギゼラになって、そのギゼラの教えのもと、まあ、この村を去ることになったっていうのが
最後なんだな。やっぱり人間出会いと別れよな。まあともかくね、これで長年10年うん、それ以上一緒に行動してたアルウィン君がいなくなってしまったと。まあこれでね、ドアに突っかかることもね、畑仕事を邪魔されることもないだろうと思うと、まあ少し寂しいね。